千葉県循環器病センターは、千葉県市原市にある、公立病院である、旧千葉県立鶴舞病院、災害拠点病院である、1955年2月千葉県立療養所、鶴舞病院設置、1961年4月千葉県立鶴舞病院に、名称変更、1964年11月救急医療機関、指定、 1971年6月病床種別変更。1975年6月結核病棟改築完了。7月病床種別変更。1984年3月病床種別変更。1995年10月千葉県循環器病、センター着工。1998年2月千葉県循環器病、センター会員。鶴舞病院閉鎖。 2004年4月地方公営企業法に基づき、千葉県病院局が設置され、組織の一部となる。2006年3月、ガンマナイフリハビリテーション旨完成、ヘリポート完成。2016年10月地域、包括ケア病棟開設。2018年4月転換センター開設。ありがとうございます。